さてこの第2試合は古村恭平対バットマンオーアッチャリア。高崎さん、はい、このバットマンオーアッチャリアがですね、はい、とにかく前回の重森陽太戦には本当に巧みな試合運びでした。そうですね、はい、あの接近戦でアッパーなんかもうまくて、はい、うまく勝ちましたよね。勝ちましたよね、はい、それに対しての古村、古村は今ご紹介も私したんですが、弟の光選手がスーパーバンタム級のレッドのね、はい、レッドのスーパーバンタム級のタイトルを取って刺激を受けてるでしょうね、これね。そうですね、あの嬉しさ半分悔しさ半分って言ってましたんで、はい、だから、古村選手にとってはこの試合、うん、まあ、いろんな側面、オープンフィンガーグローブだったり、久々のノックアウトのリングだったり、はい、まあ、いろんな側面あるんですけども、はい、本人が一番、重要視しているのは、はい、バットマン選手が、今の現役のチャンピオンの重森選手に勝った相手だという。あ、そこですね、はい、うん、でこれでバットマン選手に勝てば、うん、自分がタイトルマッチいける、いや、まあ、かなり近づけるだろうと。そうですよね、はい、まあ、そこが一番大きいって言ってましたね、はい、という試合が今始まりました。3分3ラウンド延長1ラウンドともに右のオーソドックススタイル、その重森に勝った試合も見ていた古村恭平です。バットマンをアッチャリアに対してどういう戦いを挑んでくるのか。このバットマンは老快ですよね。老快ですよね。まあ、重森に勝ってるっていうんだから本当にあのすごい、この第2試合に出てくるような選手じゃないですけど、ね、そうですよね、そこはあのすごい贅沢なんですよね、しかもあの、はい、ワンにも出てるんで、もうオープンフィンガーの経験もあるんで あるんですね、はい、ただ、古村選手は、はい、レッドのライト級でパンチ力では一番自分が上だと。だからそれがあのオープンフィンガーでより生かされるんじゃないかっていうふうに。ああ、それ生きる展開に持っていきたいですね。ローキックも一ついい音がします。うまいですね、なんかカーフみたいな蹴りですね。そうですね、バットマンオアチャリア褐色の花。お、左、合わせましたよ。だから合わせましたね、バットマンも。オープンフィンガーグローブよく見てますよね、こういうねリズムでやられると本当やりにくいですよね。そうですか。今のようにハイキックも伸びてきます、バットマンオーアッチャリア。まあ、だけどちょっと動かないとダメですね、はい、なんか古村が合わせていちゃいけない。そう、ペースを、ね、合わせちゃいけないですね、まあ、古村選手はあの、まあ、タイでの試合数も多くて、まあ、今年も3試合タイでやってて2勝1敗、はい、あ、そうなんですね、はい、ってことなんで、はい、まあ、まあその辺はあのタイ、タイ人、タイのムエタイという点では、まあ、かなり、あれはあるだと思いますが。そうですか、はい、あとまあ4月に、やっぱりワンに出てるスリアンレックっていう選手、ね、KO 勝ちしてるんですよね。あ、そうなんですか、ほうほう、まあ、そこでもすごくあの自信を深めたみたいで、はい、それがどう出るかって感じですけどね。もう第1ラウンド残りは1分を切っています。長野さん、ここまでの展開ご覧になってどうですか。なんか1ラウンド目ですごいお互い様子を見てるのかなという感じはするんですけど、はい、バットマン選手のハイキックの軌道がなんか全然読めなくて、すごい伸びてくるなと思って、ですよね、気づいたら蹴ってるみたいな感じで、ね、はいはい、気づいたら頭のところに足があったみたいな ね、 そんな感じですよね。あ、ちょっと急所に行ってしまいましたかね。残り15秒を切っています。第1ラウンド右のパンチがいきなり伸びてきました。バットマン、このリズムですよね。第1ラウンド終了です。第1ラウンドを終えて、いや、なんとも言えない不気味な雰囲気が漂うというようなリング上のようにも思えました。こちらバットマンです。こちらは古村恭平、まあ、弟の古村光がセコンドにいますね、これね。そうですね、まあ、あの光選手があのタイトル取った時ももちろんセコンドについて、はい、ね、あの兄弟二人三脚でやってますからね。そうですね。第1ラウンド、これが長野さん、そのハイキックですよね。すごい蹴りですね、速いですね。速いですよね。谷川さんおっしゃったように本当になんか
蹴ることが体に染み付いてるみたいなね、そうですね、大臣のね、なんか無知のようなね、あのそれこそ膝を上げた瞬間はハイなのかミドルなのか、どうなのか分かんないですね。そうですね、第2ラウンドが始まります。こちらは古村恭平、今ちょっとレフリーが止めていますが、始まりましたね。ローキックです、バットマン。そして今度はハイ、なかなか古村も入っていけません。左のローキック、バットマン、今度は右のローキック。ただ古村選手しっかり狙ってますよね。狙ってますか、そのあたりは高崎さん、はい、あの今年タイで3試合やってるというね、はい、そのあたりもあるんでしょうね、はい、背景がね、惜しいな今も。あの一番直近の試合はあのタイのプロムエタイ協会のタイトルマッチに挑戦したんですけど、はい、あの本人的にはなんていうかね、あのルールで負けただけで、あの勝負には負けてないっていう、ね、あそうなんですね、かなりあの自信を深めてるみたいなんで。そうですか、彼狙ってますよね、粘ってますね、気迫は感じられますね、はい、バットマンがしかし右のパンチ、だからバットマン翻弄しようとしてますから、はい、あっバック肘、いや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 、ダウンではありませんが、まあ、この辺も翻弄しようとしているのと、やっぱり古間選手がすごいやっぱりどっしりと構えてるんで、バットマン崩したいんでしょうか。そうなんでしょうね、また右のハイキックが伸びてきました。あっとお互いパンチは空を切っています。また右のハイキック、古村の前蹴りです。もう古村選手は積み重ねてっていうよりはもう一発当てて決めたいっていう感じになりますね。この辺りはバットマンうまい、足取ってひねるんですよね。うまいですね、まあ、オープンフィンガーなんで取ってからもそういうことはやりやすいわけですよ ね、 そうですね、また右のハイキック、これで腕を殺され殺しに来てますよね、はい、ハイキックとかなんかもうやっぱりグローブ受けられないんで、はい、手にかなりダメージあっちゃうし、はい、このミドルで、ね、腕を殺してるんで、そうですね、左が出ないとなるでしょうね、そんな風に打たれてると、そうなりますね。あっと左バットマン、いろいろなものを出してきます。いや長野さん、なかなかすごいですよ、バットマンは本当に。いやすごいですね、まだちょっと展開読めないんですけど、はい、なんか古村選手のローキックで結構流されてるのかなっていう印象あります、ね、結構入ってますよね、入ってますね、もう時間はほとんどない第2ラウンド、第2ラウンド終了。こちら赤コーナーの古村恭平、これしかしまあ古村としたら第3ラウンドどう、やっぱりこう高崎さん、はい、ワンパンチでなんとかっていうところなんでしょうかね。そうですね、うん、いやしかし谷川さん、このバットマンも改めて老快ですね、はい、そうですね、まあ、本当はあの試合徐々にですけど、やっぱり左の腕と手は殺しますよね、まあ、そのあたりのダメージも、ダメージというか左の腕の痛みですね、これね、うん、青コーナーのバットマン、オー・アッチャリア、8月には重森陽太を判定で下しています。さて第3ラウンドが始まります。この試合ももちろん KO 賞は30万円です。そのシーンが見られるのかどうか。第3ラウンドが始まりました。またローキックが来た、今度はボディーブロー、古村のボディーブロー、あーこの辺りの溶かし方もうまい、左のフックは空振り、古村右ローキック、右のハイキック、バットマン
だって古川選手ボディ良かったですからね。右のミドルバットマン、ここは肘打ちもある。大きく古村、惜しい、惜しかったな、惜しかったですね、右のパンチ、右の今度はミドルです。バットマン、古村選手のローキックもいいですよ、はい、かなりローキックは決めています、パンチの差し合いでした。そして膝、膝、わあ、ここですね、この辺りがグリップですよね、はい、グリップがしっかりグリップして、この辺りはオープンフィンガーグローブです。左ローキック、古村右を出しましたが空振り、左のフック、右のミドル、バットマン今度は右のロー出る、ここはどういう展開か、ブレイクです、ブレイクです。残りは1分10秒、右のミドル、バットマン、古村のパンチは空を切っています。左のパンチを出す古村、右、これもかわされています、うまくこかされました。いや、中野さん、うまい、バットマン、うまいですね、組もやっぱオープンフィンガーだからあんながっちり組めるんだと思って、そうですね、うん、右、古村の右のパンチが顔面を捉えました、出る古村、左フック、ようやく古村のパンチがバットマンを少し捉えています。残り20秒、残り20秒を切った、右ボディから左、あっ、古村バットマンを捉えた、左でしたかね、最後左だったと思います、ね、ダウンを奪った、さらにいった、引いてます、引いてます、古村出る、あ、ここで試合終了のゴング、いや、今の燃える古村、まあね、KO こそ逃しましたけど、今気迫勝ちですね、諦めずに飛び込んで打ったのが、はい、そうですね、あの残り1分を切ったあたりからパンチがね、あの徐々に決まってきてたんですよね、あのね、左が、はい、あの右は見切られてたけど、左があんまり出してなかったのが、それはうまく入りましたね、入りましたね、ダウンを奪った古村、ただ2ラウンドまではバットマン優勢という部分もありましたので、採点はどうか。終了結果をお知らせいたします。ジャッジ北尻29対28赤古村、まず1人は古村です。ジャッジセンチェイ29対28赤古村、古村の判定勝利です。いや、もうダウンで決まったという試合でしたね。そうですね、まあ、試合はやっぱり本当にバットマンの方がペースに入ったんですけど、はい、あの一発で決まりましたね、まあ、これはある意味オープンフィンガーの怖さでもありますか。そうですね、いや、よくね、あんなに左蹴られてあの左のパンチが出ましたよね。そうでしたね、KO 賞こそ取ることはできませんでしたが、高崎さんおっしゃったように重森に勝っているバットマンに勝つということはこれ意義ありますからね。そうですね、はい、勝利者賞としてバランスボールチェアが贈られます。いやー、嬉しそうな古村恭平、まあ、とにかく谷川さんおっしゃったように攻める気持ちをずっと持ち続けた、これが大きかったのかもしれません。いや、本当そうですよ、それが格闘技で一番大切ですから、このダウンシーンです。いや、中野さん、オープンフィンガーの怖さですね。そうですね、首の展開ちょっと面白かったんで、今後の試合も期待ですね、はい、首相も、そうですね、
古村恭平大きく息をつきました。ダウンを奪っての見事な判定勝利。あ、今弟の古村光肩を叩かれています。第2試合、古村恭平がバットマンをアッチャリアを判定で下しました。